はい、というわけで皆さんこんばんは。というわけで今回も将軍時よりプロレスニュースといたしましてやっていきたいなというふうに思っております。はい、というわけで今回はですね、スターダムの所属の選手の方々がですね、続々と他団体に参戦している件でございます。こちらの方をね、取り上げていきたいなというふうに思っております。現在収録しているのが10月11日でございますが、本日は新廣田さくら選手の自主興行ですね、サクパラダイスへようこそ、人生いろいろありまして、新宿フェイスで行われているわけですが、こちらの方にですね、スターダムからはさくらあや選手が出場されております。対戦相手が新廣田さくら選手、桃野美桜選手、そして高瀬美幸選手、アジャコング選手、マーセン優奈選手。さくらあや選手はアジャコング選手とマーセン優奈選手とタッグを組むというね、なかなかこの見る機会がないタッグでございますし、個人的にはですね、この新廣田さくら選手のね、自主興行っていうのは YouTube かなんかで生配信やってほしかったなっていうふうに思っているぐらい、見たかったなというふうに思っておりますが、その他ではですね、10月の13日ですね、後楽園ホールにてプロレスリングディアナですね、の大会に、メインイベントかな、梅崎遥選手対渡辺桃選手、そして、ジャガー横田選手、七海選手のタッグ対、リナ選手、ほのか選手のタッグが激突するという、スターダムからは渡辺桃選手、リナ選手が参戦するということですね。そして仙台女子ですね、仙台ガールズプロレスリング、10月18日ですね、新宿ピットには首里選手と桜彩選手が参戦ということになっております。首里選手はダッシュ千佐子選手とタッグを組んで、岩田美香選手、高瀬美幸選手と対戦、そして桜彩選手はですね、ジャジャウマトーナメントの、ベスト4に進出しておりますので、決勝をかけてですね、戦場のですね、所属であるユナ選手と対戦というふうになっております。こちらの方は多分生配信、ライブ配信があったと思うので、同時視聴をやろうかなというふうに思っておる次第でございます。まあ戦場ではですね、あのトーラ・ナスコ選手とルアカ選手も14日ですねに、参戦が決まっております。こちらの方はタッグですね、チーム200キロ橋本千尋選手、優選手と対戦が決まっております。そして、4日ですね、あ、4日じゃねえや、10月23日ですね、花子選手、さくらあや選手がタッグを組んでですね、エボリューション女子新木場大会にて、チーチー選手とゾネス選手と対戦ということも発表されております。まだまだあるんですよ。オズアカデミーですね、横浜武道館大会10月27日 FWC のですね、葉月選手、小熊選手対琥珀選手、花園桃香選手の対戦が決定しております。こちらの方ね、そのタッグベルトへの挑戦権をかけた次期挑戦者決定戦ということで争われるという形になっております。そして11月になりますが、6日ですね、11月の4日後楽園ホールにてプロレスリングウェーブレジーナ王座ですね、現在レジーナの王者であります宮崎由紀選手対、プロレスリングウェーブのね、リーグ戦を制した上谷沙耶選手の対戦が決定しているという感じでございます。まあね、こんだけスターダムが一気にですね、他団体にね、出陣するという、参戦するということに関して、自分はですね、本当に素晴らしいなというふうに思います。この体制がですね、やはり岡田社長に代わっていろんなことが変わってますよね。そのワールドとかをうまく使ってライブ配信をやったりとか、その前だったら考えられなかったわけですよ。うちでは、散々パラね、ワールドを使ってライブ配信してほしいっていう動画っていうか切り抜きをね、アップしてたんですけども、その時なんか夢物語だったわけですが、今ではもうライブ配信はワールドでは当たり前という風にもなってぐらいね、浸透しているわけでございますし、
そしてね、この他団体への参戦っていうのが業界全体のね活性化ということにもつながると思うんです。なので自分の中ではすごく大歓迎なんですよね。なので今回ねこの件を話すことについて自分の中ではもうねいいことづくめじゃないかなっていうふうには思ってて、もうもちろんこの件に関して反対している方はもちろんいらっしゃらないかなって思うんですけど、いろんな団体に、スターダムの選手が出ていくことによって、まあお客さんがねそのファンの方、スターダムのファンの方もその他団体を見る機会っていうのも恵まれますし、選手の方々もそのスターダムの選手と戦うっていうことでプラスに作用するっていうことが大きいと思うんですよね。やっぱり団体、この業界自体、女子プロ業界自体を、まあ、牽引しているのがスターダムだと思うので、やっぱりそのスターダムの、選手がですね他団体に参戦するっていうのはもうプラスの効果が大きいのではないか。あとはやはりその前の体制と今の体制が違うのが、やはりその交渉する方ですねっていうのが多分変わったんではないかなっていうふうに思っております。その内情の方は詳しくはわからないので、もうこれはね推測になるんですけども、まあ悪の強い方もねいらっしゃるじゃないですか。なので交渉がうまくまとまらなかったりとかっていうのがあったと思うんですけど、今回はね多分もうスムーズにいって、だから双方にウィンウィンの関係でという感じだと思います。なのでこのね他団体の選手もスターダムに参戦するっていうこともあるかもしれないし、スターダムの選手が他団体に参戦することでより多く、ね、多くのお客さんだったりとかその、まあ、興行自体がね盛り上がるっていう部分でもすごくねつながってプラスなんじゃないかなっていうふうに思っておるんですが、今回ねもう一つ自分の中で見解としてもう一つありまして、バンという感じでございまして、個人的にはですねこの選手の参戦っていうのを昔から見たいなと思ってた選手がいるんですよ。この、まあ、黄色い影になっているので、まあ もちろんねファンの方はわかるかなと思うんですけど、自分はですねハナン選手が他団体に参戦するっていうのを前から自分のね生配信を見てる方だったらねもう散々パラ言ってるのでお分かりかと思うんですけど、ハナン選手が他団体に参戦するっていう姿を見てみたいんですよ。そのハナン選手のキャリアの中でやっぱり他団体に参戦するってなかなかないんですよね。でこれだけ、たくさんの選手が他団体に参戦してて、特に自分の中でその唯一のチャンスだったかなと思うのがやはりアイスリボンね、藤本選手と中島選手ベストフレンズと、まあ、アイコンタクトですね、花野選手と岩谷真由選手が試合をしたあの試合で、まあね、ベストフレンズから、まあ、ボコボコにって言ったらあれですけども結構やられまして、それから流れがね藤本選手と岩谷選手の IWGP 戦につながっていったっていう経緯はあるんですけども、その前にですねアイスリボンに俺はハナン選手が参戦して欲しかったんですよ。あれだけやっぱりボコボコにされたわけですから、自分からまず乗り込んでいってっていう流れっていうのを欲しかったなと。その後でね IWGP 戦は控えてていいと思うんですよ。だからこのハナン選手が唯一今その欲しいものっていうかな、自分の中で思うものは他団体のまあ言えばニューブラッドとかでは他団体の選手と戦うことっていうのは結構あるとは思うんですけど、やっぱり会場っていうものはねアウェイなわけじゃないですか、他団体に出陣するっていうことはね。なのでそういうのをやっぱり多く経験するとハナン選手にとってはかなりプラスになるんではないのかなっていうふうに自分の中では思っておる次第でございます。まあ岡田社長とかねそのスターダムの運営の方々がどうお考えなのかっていうのはちょっとわからないですけど、これだけのねスター選手がいろんな団体に出て、ね、いろんななんていうかなお客さんをこうワクワクさせたりとかっていうのが続いているわけですから、ぜひねハナン選手を他団体に参戦っていう方向に自分の中では進んでいってほしいなって、見てみたいなというふうに思いました。はい、というわけで今回は この辺りで終了したいと思います。また次回お会いしましょう。皆さんありがとうございました。